では今週のバンナーレ八戸選手のインタビューに行きましょう。今週は背番号18フォワード谷尾浩也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は11月20日の練習後にお話を伺います。さあ八戸は冬が始まりました。はい、始まりました。吹雪きましたね。吹雪きました。いや、めちゃくちゃ寒いっすね。あの、練習は大丈夫でした今日？練習はまあスタッフの方たちが雪かきしてくれて、なんとか太陽でも出てきて溶けて、なんとか乗り切れました。まだシーズン3試合もあるのに冬来ちゃいましたが、心境いかがですか？いやー、このまま最後のホーム最終戦12月8日大丈夫なのかなっていう気持ち心配です。祈るしかありません。祈るしかありません。テレテル坊主作ります。みんな行い、いい行いをします。そうです、徳を積みましょう。はい、はい、いやー、しかし試合中は半袖ですよね、谷尾選手はね。はい、12月8日まで半袖でいきます？いや、もう今年はもうずっと半袖ですよ。へえ。もうあの開幕戦でも雪っていうか降ってたじゃないですか、 YS 横浜戦、吹雪いてましたね。はい、もうあの時も半袖、一人で半袖でしたね。もう気持ちいいっす。長袖が逆に気持ち悪いとかですか？いや、落ち着かないとかですか？長袖持ってないんで。あの、でも半袖しかないんで。あの、長いの緑色のインナーみたいな、はい、買ってないんで自分が。あ、ないんだ。はい、もう、いや、もともと試合なんかでも半袖半ズボンで十分なんで。ああ、すごい。動いとけばあったかくなるんで、そういう考えの人間なんで。子供は風の子ですね。はい、もう小学校の時から買ってないです。小学校。あ、そうなんだ。 冬とかも一人ぐらいなんか半袖半ズボンで登校してくる元気な子いるじゃないですか。いますね。あ、俺です。練習は？練習はさすがに長いですよね。さすがに。風邪ひいてないですか？風邪ひかないっすね。強い、はい、あの、あれは風邪ひかないっていうじゃないですか、天才はね。はい、はい、何よりです。あの、去年のね、6月からあの、みんな頭丸めて、はい、まあ、引き続き丸め続けてるのは谷尾選手なんですが、はい、今どのぐらいのペースで切ってます？買ってます？どれくらいなんですかね、うん、今2ヶ月経った。ちょっと今回剃るまでにちょっと長かったんで、うん、それが2ヶ月ぐらいだったんですよ。あ、もう基本的には 1ヶ月ぐらいのペースでやってもらってますね、村上。バーバー村上が、はい、バーバー村上が発動して。今はどのぐらいですか？これはいつ剃ったかな、いつですかね。1ヶ月以内。1ヶ月以内です。なんか最近だったような気するんですよね。じゃあホーム戦、どっかのホームですよね。ですね、うん、じゃあもうちょっとしたらまた。はい、けどあの、今まで結構五輪にすることが多かったんですけど、冬仕様でちょっと今6ミリとかそっち系にちょっと今なっております。ブレてきております。長袖にしないでちょっとだけ残してるんだ。はい、けど寒いっすわね。本当に本当に、はい。さて、母校米子北高校が、はい、今年も全国高校サッカー選手権に出場決定。そして多くのバンラルサポーターも気づきかと思いますが、初戦の2回戦組み合わせ抽選がありまして、青森山田と対戦することが決まりました。山田は指南選手や三田選手の母校、これやっぱり、あ、今日も、はい、盛り上がりました。話題になりました。はい、絶対負けねえとか、サッシとか言ってましたね。先輩同士で張り合ってどうするんでしょう。はい、いや、やっぱりそういうのって、あの、なんていうんですか、出身校同士が対戦することになれば、そういう話題で盛り上がる、ね、なりますね。はい、谷尾先輩、後輩に何か一言、激励のメッセージを。いや、もう相手は王者なんで。そうですね。魂持ってぶつかってくださいって、うん、痛いです。1月2日か2日です。応援行きます？いやー、箱根駅伝っていう大事なあれも見ないといけないです。箱根駅伝も見るんだ。大好きなんですよ俺、駅伝。駅伝好き。はい、もう正月はもう決まって見てますね。どっか推してる大学はあるんですか？いや、そこまで推してる大学はないですけど、ただもうそのみんなが走ってるその助けをつなぐっていうのがもう好きなんで、うん、もうそれをもう正月もう釘付けになって見てます。
まあいろんなドラマが毎年箱根ってあると思うんですけど、はい、どんなシーンが一番グッときますか？やっぱ山の神がいた時はすごいですよね。はい、極あたり、はい、うん、でそれに感化されて自分もオフシーズンめちゃくちゃ走ってしまうんですよ。やべえ急に走りたくなってきたってなって、あの夜とか走るとやっぱ暗いから、あのタスキつけるじゃないですか、はい、あれをなんかあのそ駅伝と見立ててこんなの持って、うん、こんなの走ったりとか谷横一人駅伝そうか、そんなことやってます正月も。いいトレーニングになりますね、はい、なるほどなるほど。はい、さあ、ようやくサッカーの話に入っていきたいと思いますが、はい、前節富山戦でした、2週連続のホーム戦でしたけれども、2対0での勝利でした。はい、富山戦振り返ってもらえますか？いやもう風が強くて、ああもうピッチの中ではもうどこにボールが飛んでいくかっていうのもよくわからない状況で、うん、もううまいこと先制点取れて、うん、でその後追加点も取れて2対0で勝てたっていうところは本当に大きかったと思いますね、うん、守備もしっかりゼロで抑えてくれたんで、この勢いで、まあ、次はアレになりますけど、はい、そこもしっかり勝ちにいきたいと思います。1点目高見選手のゴールのアシストは谷尾選手でした、はい、高見選手が生きてる左側いるっていうのは見えてました？もうすごい呼ばれてたん で, でパス、マーシーからパス出て、はい、でそしたらもうこっちのもう逆サイドからすごい丸々ってなんかめっちゃ声しててもうついついそれこうこう組み打ってしまってあれは呼ばれたからえってみたいです、確認したんですよ。ああなるほど。そしたらめちゃくちゃフリーで本当呼んでたんで、うん、あこれ出したら、まあ、ケイタなら決めてくれるかなと思って、まあ俺もボテボテになったんですけど転びながらまああとケイタがよく決めてくれたなっていうところですね、うん、いやもうあのアシストの時点でみんなゴール確信しましたからね、はい、いい勝利でございました、はい、今季、まあ、J3、まあ、谷尾選手久々の J の舞台ですけれども、はい、J に上がってゴールも決めたり、今季ほとんどの試合に出場して、ここまで8得点、はい、本当に、相手との競り合いでも頑張ってます。どうですか個人としてここまで34試合のうちの31まで来ましたけど。いやそうですね、本当シーズン早いですね、うん、もうここまで来たのかっていう、残りやつ3試合ということ で,、うん、で今までも自分が J のチーム行った時もこんな試合は出させてもらってなかったんで、サッカーやってるなって感じしますね。あ、はい、充実、はい、うん、いやでも本当終盤試合の立ち上がりから終盤まで、まあ、ゴールもそうですけどよく相手と競り合いますね。はい、それしかないですどうですこう相手また JFL と違って体強い体大きい選手もいっぱいいると思いますけど、はい、もう賢い選手が多いんで、あ賢い、うん、JFL 時代はもう自分と戦ってくる1対1で戦ってくるような競り合いの仕方であったりしてたんですけど、はい、まあまあ、相手スカウティングとか多分してきて自分の前に1人つけて挟まれたりして、うん、2枚で見られたりとかそういうのもよくあって、まあそこでも勝たないといけないですけど、そういう対応されてきますね。うん、なんか成長できたなって感じることはあります？1年フルで出てて、まあこの J リーグっていう舞台でしっかりキープするっていうところは、うん、まあまだ試合ではそこ、まあ、できる時があったりできない時があったりするんですけど、まあ、そこでうまいこと戦えてるんじゃないかなっていうのは思いますし、うん、まあ、あとはもう少し点が取れればチャンスをしっかりものにできる力があればってところは感じてますね。去年も最終戦で2桁ね行きましたけれど、なんとか今年もあと2点行きたいですね。ねえ、はい、はい、楽しみにしたいと思います。先週大石篤人監督が今シーズン限りで残念ながら退任することが発表になってしまいました。どんな思いがありますか？いやもう自分たちにとってはもう J 初の舞台で、まあ、今、まあ、上位って言っちゃダメなんですけど、まあ、いい位置まで本当来れたのも淳さんのおかげだと思ってますし、うん、まあ、残り3試合も本当このメンバーでできるのもあと本当3試合しかないんで、まあ、誰かのために
ってわけじゃないですけど、まあ、最後3試合、まあ、全部勝って本当にいい雰囲気で終われたらいいなと思ってます、うん、なんか監督からそれについての話とかは先週とかあったりしたんですか？まあありましたけど、そんなもん気にするなみたいな、こういうサッカーの世界だからって、うん、こういう世界だからそういうのは普通にあるから、もうあとはもう俺も最後まで全力でやるからってことなんで、うん、だからもう僕たちも全力でやるだけなんで、まあ、あと3試合しっかり見てもらえれば、うん、大石さんの下で1年間やってきて、なんか教わったことってどんなことでした？谷尾選手はやっぱ自分もあれですね、あの間で受けたりとか、うん、そういう起点になるところの体の使い方であったり、動き出しとか動き直し、クロスの入り方のそういうところよく言われてて、本当そこも自分のダメだったところだったんで、うん、そこを改めて見直したんで、まあ本当いい指示をもらいましたね、うん、あと3試合勝ちまくって送り出したいですね。そうですね、最後全部勝って送り出せたら最高でないですかね、うん、はい。さて、残り3試合で今週来週はアウェー戦です、今週は11月の24日の日曜日、福島ユナイテッドとの対戦ということになります。はい、福島戦です。意気込みをお願いできますか？まあ今シーズンもまだ3連勝ないんで、うん、ここ2つアウェー勝ってそこでも3連勝達成してますね。そしたらうん、そうですそうです。本当に最後4連勝で終われるように、うん、福島戦もう目の前の試合も全力で勝ちに行くだけです。うん、本当この間高見選手が初スタメンでゴール決めたり、はい、大学、まあ今まで高校時代とかしのぎを削った川内選手もお勤め先も同じですけどもね、はい、ここ2試合スタメンで出たり、石ヶ森相馬選手がデビューしたり、はい、すごく今チームシーズン終わっちゃうのはもったいないぐらい、そうですね、競争も激しいですし、うん、雰囲気どうです？いやもうチームの雰囲気はとてもよろしいです。よろしいですね、はい、本当あと5試合10試合ぐらいやってほしいところではありますけれど、はい、はい、J 初年度、前回勝ったんですけど順位が1個下がってしまいまして、得失点差ですね。そうなんですよ、なかなか珍しいケースですけれども、あと3試合どんな試合をしたい、サポーターに届けたいと思いますか？いやもう本当であの残り3試合しかないんで、しかもこのメンバーできるのも最後ですし、うん、その3試合しかないんで、本当自分たちの今年やってきたものを本当全部の試合出し切って、で一つでも上の順位に入れるように全力で戦っていきたいと思います、うん、はい。さあ、今週は福島戦、来週が讃岐戦12月1日、そしてホーム最終戦、シーズン最終戦がさあどんな天気になっているんでしょうか。12月4日大発スタジアムで行われます。今シーズンもたくさん応援してくれているサポーターに一言メッセージを谷尾選手からお願いします。はい、はい、今シーズンも本当、皆さんの応援で本当何試合も勇気づけられてきましたし、寒いんですけど最後ホーム戦、応援よろしくお願いします。はい、寒い中でも谷尾選手の半袖で頑張ってる姿を見ればなんか寒さも忘れられると思うので、はいはい、みんな暖かくなってくれればわかりました、半袖だぞと。はい、じゃあラスト3試合頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、ということで今週のインタビューは背番号18谷尾浩也選手でした。じゃあ今週福島戦頑張ってください。はい、ありがとうございました。